昨日に引き続き、成功ルートをまたも選んでしまったと。みんなスタッフ連中はざまみろという顔をしておりましたが、明日1日で2つの残りの2つのルートを見ることは不可能です。A じゃない、皆さんが選んだ道です。諦めてください。ただ、今日やって誰でも分かったと思うんですが、ルートは非常にシンプルです。もう構造見えましたね。ははは、じゃなくて分かったでしょ。でも明日はどちらかしか行けませんよ。二度言うと思うなよ。そういうことで、今回はいつもと違った試みをしてみました。特に、三宮役の織間雅美さんにはナレーションから何から、とてもお世話になって、ようやくこの新しいスタイルができたと思います。三宮役をやっていただいた織間雅美さんを紹介したいと思います。P-BOY 1号スポットマイスタッフ編に導かれましてご入場です。織間雅美さんです。織間雅美さんです。すでにご存知の方も多くいらっしゃると思います。80年代に私が、いくつかのアルバム等を一緒に制作を手伝わせていただきました。でシャンプーというグループをやっていたんですが、それほど活発に活動してはいなかったんですけれども、最近にわかにちょっと伝説的な復活をしておりまして、再びいろいろ活発に中野テルオなどと一緒に活動しております。それで、私もですね、ちょっとなんか やらせてもらいたいなと思いまして、シャンプー時代のガーベラという曲を、アレンジさせていただきました。じゃあ織間さんに歌っていただきます。ガーベラです。